福岡市の中村学園女子中学校と高等学校が再来年4月から男女共学になることが今日発表されました中村学園によりますと福岡市城南区の中村学園女子中学校と高等学校は2026年4月から男女共学となり学校名は中村学園中学校中村学園高等学校になりますこれに伴い 福岡市西区の男子校、中村学園山陽中学校は今年度から、高等学校は来年度から生徒の募集を停止し、いずれも在校生が卒業すれば閉校する予定です。中村学園は多様性を受け入れることのできる新たな教育を展開するとしています。